これは。何かお探しのものでも？ええ、まあ。僕の悪い癖ね。ちょっとばかし無節操に集めすぎちゃって、この中から目的の本を探し出すのは大変だろ。協力するよ。失礼、挨拶がまだだったね。僕はここの店長で、名前はナイアとでも呼んでくれればいいよ。これからもどうぞごひいき。ああどうも、大十字九郎です。よろしく。それで、どういった本をお探しかな？ええ、俺の探してるのはちょいとばかし特殊な代物で。例えば、力のある魔導書とかかな？いや、そんな顔しないでよ。別に大したことじゃない。なんていうかね、長いこと本屋をやっているとね、わかるのさ、求めるものが普通と違う客のことがね。特にね、魔導書を求めている人間ってのは、これは特別だ。見ただけで分かってしまう。僕は思うんだけどね、彼らはきっと魔導書を探しているようでいて、実際は魔導書に引き寄せられているんじゃないかって。人が本を選ぶのではなくて、魔導書の方が自らの主人を選ぶんだよ。魔導書、魔術師に力を与える本。魔術師はそれを行使し奇跡を起こす。ソロモンの大いなる鍵、レメゲトン、グラングリモア、黒いメンドリ、ドジアンの書、このロガエスの書もそうさ。そんなとんでもない力を秘めている本なんだ。魂とか意志とかを持っていても不思議ではないと思わないかい？おや、大丈夫かい？なんだか気分が悪そうだけど。いや、ただめまいがしただけだ。大したことない。とにかくそこまでわかるんなら話が早い。店長さん、俺に魔導書を売ってくれないか？ごめんね、それは無理だ。どうしてだ？もし値段の問題なら気にしなくていいと思うぜ。多分そっちのいい値で買い取ることができる。
そういうことじゃないんだ。この店には君が必要とするような魔導書を置いていないんだよ。置いてないって。あんた、その手に持っているものは何だよ。大体自分でそれは魔導書だって説明してたじゃないか。それはそうなんだけど、この魔導書は君には合わないのさ。君にはもっと君にふさわしい魔導書があるはずだ。ああ、いや、魔導書を必要としているのは俺じゃなくて、俺はただ依頼主に頼まれて。いやいや、君はまだ気づいてないだけさ。君は近い将来必要とするはずだ。最高の力を持った魔導書。そう、神をも召喚できるような究極の魔導書。あるんだよ、最高位の魔導書の中に神を召喚できるやつがね。しかもその魔導書の所有者たる魔術師たちは、なんとその神を自在に操ることが可能なんだ。まあ正しくは神の模造品なんだけど。とにかく君が必要とするのはきっとそういう魔導書なんだと思う。楽しみだ、楽しみだね。君が手に入れる魔導書はどんなのだろう。もしかしたらそれはかのネクロノミコンだったりするかもしれないね。なんつうか、狐にでも化かされた気分だ。
避けるのだ。さっさと避けろと言っておる。うつけがあっ、ぼぼっ、何をボケっとしておった。うつけうつけうつけ、おうつけ。いや、普通空から人間降ってくるような事態を想定できるやつはいないと思うが、つうかあんたこそ早く上からどいてくれ。ブラックロッジ、なんで？慣れのせいで追いつかれたではないか。無駄に力を使いすぎたか。おい、大丈夫か。やはり実者なしでは。その娘を我が輩に渡すのである。
あの、どちら様でしょうか。なんと我が輩よ、1億年に一度と呼ばれた天才科学者たるこのドクター・ウエストを知らないと、なんたる無知。無知とは罪、無知とは悲劇。悲しみと絶望に彩られた君の人生は、例えるならばこの手のひらに舞い降りた儚い淡雪。雪、全てを白く埋め尽くす。僕の悲しみも何もかも、ゴゴゴゴゴゴ。何が起こったの。なだれ。ともあれ若者、どうしても我が輩の邪魔をするというのなら、死して我が輩とブラックロッジの糧となるがモアベターな選択と言えよう。貴様の死を乗り越えて我が輩はまた少し大人になった。さらば少年時代、人懐だけの淡い恋心、 I'm rock and roll。 Let's play。全ては我らがブラックロッジの栄光と、そしてこのドクターウエストの偉業のためである。つうか俺が何をした。とりあえずは巻いたか。この子を追っていたみたいだけどな。魔術師か。おお、気づいたかい。ここは。さあ、ひたすら逃げ回ったからな、だいぶ奥の方まで来ちまった。誰がわらわを。ほっとくわけにはいかねえだろう。あんなヤバい奴らの中に置き去りにしたら、いくらなんでも後味が悪すぎる。そうか、礼を言おう。
おい、大丈夫か？さっきからめちゃくちゃ調子悪そうじゃないか。実写なしで無茶をしたからな。構成を維持できなくなっているようだ。その上、アイオンまで失っては、ふざまとしか言いようがない。なんだかはよくわからないけど、このままだとまずいだろ。今、病院にでも。無駄だ。わらわなら大丈夫だ。世話をかけさせたな。暗闇の匂いがする。魔術師か。いや、残念ながら違う。軽くかじったことがあるだけだよ。そういうあんたこそ魔術師だろ。さっきの力見たよ。違う。違うって、あんな真似ができるのは魔術師以外。そうか、魔術師でないということは本を持っていないということか。それは良い。見たところかなりの資質を秘めておる。なんとも良好だ。まあここまで都合が良いと何者かに踊らされている気がしないでもないが、構うまい。な、俺にも分かるように話してほし。うまく隠れたつもりでも、この大天才たる我が輩ドクターウエストの目を欺くことなどインポッシブルなのである。己の愚劣さ加減と無力さ加減を絶妙なさじ加減でミックスされた後悔に涙しつつ、神妙にお縄につけ。確かに俺の人生において今この瞬間に勝る後悔を味わった試しはねえ。時に人間、なれ、名を何と申す？こんな時になんだよ、あんたは。それより、この状況を何とかしないと、二人とも蜂の巣だぜ。良いから答えよ、人間。名前は大切なことだ。だからそんな場合じゃねえって。あんた魔術師だろ？何とかならねえのかよ。本さえ回収できればよい。やってしまうがいい。答えよ、人間。ああ、もう何なんだよ。クロウ、大十字クロウだ。魔術師でもなければ正義のヒーローでもないぞ。ただの探偵だ。こんな状況どうにもできねえぞ、畜生。そうか。ならば大十字クロウ、わらわは何時と契約する。なんであるか、あの光は。大十字クロウ、我が名をしかと心に刻み込め。我が名はアルアジフ。
アブドゥル・アルハザードによって記された世界最強の魔導書なり。であるか、キャツの格好は。アジフがあんな若造をマスターに選んだだと。ありえん、ありえんのである。うてNo! No! No!
初めてにしてはなかなかの手際だったな。どうやらわらわとなれ魔力の波長が合っているらしい。